はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ。今年もこの時期がもうやってきました。メガバス福袋開封でございます。さあ、今年のメガバス福袋開封は、なんと、こちらの方にね、テロップが出たように、メガバスさんとのタイアップ動画になります。ありがとうございます。ということでですね、待ちに待ったこのね、年末年始行ったらね、スペモの動画といったら、福袋開封、行ってみましょう。それでは行きます。まずは、これが入っておりました。SR のグリフォン。クワイエットグリフォンですね。こちらが入ってました。一つ目のルアーはクワイエットグリフォン。カラーリングは PM ギル。いい色だね。このね、目のね、カラーが好きだね。サイレントクランク。タフコンディションにもってこいのグリフォン。次行ってみましょう。さあ次、こういったね、福袋には、こういった福袋ならではのステッカーとかね、そういったものが入っているはず。ありました。今回のステッカーはこんな感じ。ポップ X ステッカーに、後ろを見てみると、メガバスのインスタグラム。これね、フォローしてね、みんな写真とか投稿して、見てください。こんなのが入ってました。メガバスポップ X ステッカー。こんなのがあった。ジップルアーケースですね。いって、最近よく肘をぶつけます。こんな感じですね。収納の方でもね、紹介させていただいております。これはでも大きいサイズ。直接ルアーを入れてもいいし、いろんなものにも応用できるって感じですかね。さあ、続いていってみましょう。続きましては、ワーム。これいってみましょう。お、ええ、こんなパッケージ見たことある？ハゼドンシャットの、あ、4.2 インチだ。ハゼドンシャットは3インチ、4インチは知ってるけど、4.2 インチが入ってました。で、ちょっと気になるのは、芳醇な黒成分が、ダイレクトに、食欲を刺激。おお。カラーはモロコ。4.2 インチハゼドンシャットが入ってたってことは、これないよね。4.2 インチはないぞ。これは多分、福袋にしか入ってない。もしか先行販売ってことになるのかな。こういうレア感が好き。次行こう。次もサプライズがあるはず。次は、これ、スーパーエクスレイヤーの 4.5 インチ。4.5 インチになって、ま、新しく登場するってことなのか？というか、ここにあるってことはそういうことだな。スーパーエクスレイヤーは4インチちょいあったんですけど、4.5 インチになってます。アニスレバー。で、これを初めて見る人もいるかもしれないですけど、これね、中にね、こんな感じで、ラトルが入ってるんですよ。カチャ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 。魚たちがね、こう、ボトムをね、ついばむ捕食音が、こういう音に似てる。これはね、いきなり所有感。スーパーエクスレイ 4.5 インチ。次行ってみましょう。次は、あ、スピナーベイト。スピナーベイト V フラットパワーボムの真っ赤っか。春に使えるカラーだね。開けていきましょう。はい、こんな感じ。V フラットパワーボム4分の1アンスとファイヤークローというカラーですね。この2本ちょっとね、ちょろっと出てるのが特徴。さあ、次はこれ。ワンテンサイレント USA ですね。はい、こんな感じのカラーですね。ゴーストタイガーというカラーになります。で、サイレントモデルなんで中に重心移動のラトルとかが一切入ってないタイプのワンテン。さあ、どんどん行ってみましょう。次はこれでしょ。これは、チタラミニー。海洋ハンターの小塚さんとのコラボルアーですね。チタラミニ。今からこの、今の、この低水温機なんかでは、もうすぐ戦力になるようになるわ。ちょっと開けてみましょうね。はい、こんな感じですね。ちょっと小さいな。チタラミニだけあって相当小さい。で、2.8g ありまして、今の時期の低水温機のね、漁港とかの足元狙いとかめちゃくちゃ良さそう。次行ってみましょう。次は、これ！ダークスリーパー！去年からずっとお世話になっております。あ、今年か。こんな感じです。また今年も、あ、来年もか。よろしくお願いします。次行ってみましょう。さあ次は、これ行ってみよう。MRX サイクロンですね。クランク。ちょっと開けてみましょう。
よいしょ。はい、こんな感じですね。テーブルロック SP というカラーですね。これなんですけど、今の季節本当に使えるんじゃないかなと思います。テトラポットとかの中をくまなく、グリ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 して、ランカを引っ張り出してくるというクランクですね。いやー、いいカラー。見てください。俺紫大好き。こんな感じ。次行きましょう。ノイジーキャット。ナマズ用のルアーですね。それの、あ、タコベイト仕様なんだ。はーい、こんな感じ。頭は赤くてお腹は青い。そしてここにはタコベイトって感じですね。今年の福袋はなんか赤が目立ちますね。次行ってみましょう。さあ、続いてはこれ。Gクランクブルーラベルバルサージュニア。おお、はい、こんなカラーリングでーす。ブラウントラウトカラーってやつですね。ツルツルのピカピカー。これ俺が持ってるのがティアドロップってやつですね。サイズ比べてみますと今回ジュニア福袋だけにしか入ってないのかな。ジュニア、それとも今から発売するのかなってところなんですけど、小さいサイズジュニア、やっぱ福袋は特別なものが入ってる。次行ってみましょう。さあ、やってきました。次はエトルア2ついっぺんにいっちゃいましょうか。こんな感じになってます。どっちからいく。さあ、今回のポップマックスはエトカラーイノシシってことで、このカラーはウリボーというカラーですね。早速開けてみましょう。はい、カラーリングこんな感じ。ウリボーはこんな感じですね。お腹にはこんな感じ、漢字が入ってますね。ウリボーカラー、次はポップ X。 はい、ポップ X はこんな感じ。ちょっと開けてみましょう。はい、こんな感じです。ポップ X エトルアーはこんな感じ。毛が生えてますね。カラーの名前は FF、もののけ。いやー、これは投げれるかみんな。俺は、トップシーズン、ハイシーズンだったら使っちゃいますよ。はい、いかがだったでしょうか。2019年メガバスエトルアー入り福袋。国内でまだ売られてないルアーも入ってたり、他にもカラーありません。皆さん、ぜひ楽しみにしていてください。ってことで以上、スペースモンキー TV でした。バイバイ。